私は年間を通じてフラットフィッシュゲームを行っています。1年間釣りをしていると様々な状況だったりシチュエーションが存在します。例えば 7g から 10g 前後の軽いジグヘッドを使ったいわゆるフィネスの釣りとか、あとは他にも 20g から 40g 前後のジグやワームなどを使ったスタンダードな釣り方、他にも 60g を超えるような重いメタルジグを使ったヘビースタイルのヒラメの釣り方、マゴチの釣り方などがあります。さまざまなシチュエーションが存在するので、一本の竿ではなかなか釣りは成立しません。そこで今回、スターフラットシリーズでは、全国のフラットフィッシュゲームを網羅するために、4機種のモデルを用意しました。採用したのが、スリーピース化、またはハイテーパーという仕様になっています。このスターフラットシリーズは、チップからベリーにかけて細くしなやかな設計になっているため、遠くのルアーの振動も非常に感じ取りやすくなっています。さらにバットでは強く粘りがあるため、フルキャストも非常にしやすくなっています。サーフで釣りをしていると長時間キャストしていることが多いです。少しでも釣り人の負荷を軽減するために、この太めのグリップを採用しました。さらにグリップエンドの方も長めに設計しました。グリップエンドを長く持つことで、軽い力でも遠くにキャストすることができます。全機種すべてのガイドに富士工業の SIC リングを採用しています。サーフで釣りをしていると、このラインに見えない砂などが噛んでしまうことがあります。特に細いラインを使用していると、その砂紙が原因となってラインがガイドに当たり、少しの衝撃で切れてしまうこともよくあります。こちらは前面が鏡面加工になっていて、低摩擦になっていることでラインへの負荷を下げることができます。この SIC リングというのは、サーフのフラットフィッシュゲームにおいて非常にアドバンテージになると言えます。来た